今回はとっても節約につながるお掃除術をご紹介します。お掃除といってもいろいろありますけれども、中でも最も頻度をよくやるのが拭き掃除ですよね。その拭き掃除で使う洗剤を劇的に安く済ませることができたら節約にだいぶつながりますよね。ということで、その拭き掃除に使う洗剤を安く済ませるために自分で作ってしまうというのが今回の動画の内容です。では具体的にどうやって使うのかということなんですけれども、使うのは洗濯用の洗剤だったり石鹸ですね。これどっちでもいいです。ポイントは洗濯用の液体石鹸、今お使いのものでいいですよ、を使うということなんですけれども、拭き掃除の洗剤も食器用の洗剤もそして洗濯用の洗剤もですね、主成分は界面活性剤なんですよね。で、拭き掃除の洗剤は拭き上げ後に少しでもサラサラして快適になるように、そして最近のものですと二度拭き不要ということで界面活性剤の濃度が非常に薄く作られているんですよ。で、逆に洗濯用の洗剤は洗濯槽水の大量のお水で薄まっても洗浄力をキープできるためにかなり高濃度に作られているんですよね。ちょっとの量で汚れが落ちてくれるっていうのはまさにそういった理由なんですけれども、アタックゼロのように濃縮タイプのものがより少量でできるということなので、界面活性剤の濃度も非常に濃いんですよ。見てください、 51%。 拭き掃除用の洗剤で同じ顔でホームリセット泡クリーナーってあるじゃないですか。これ鬼滅の刃バージョンなんですけども、中身は普通のものと同じなんですが、なんと 0.4% ですよ。濃度が100倍以下なんですよね。ということで、自作拭き掃除用の洗剤の作り方をご紹介しますが、こちらの空のスプレーボトルにお水をあらかじめ 100g 入れております。そこにこのアタックゼロを、目分量でもいいんですけれども、何度か作ってないと 1g って大体どのぐらいなのかというところがわからないですし、ちょっと多く入れちゃったりするっていうこともありますんで、不安だったらキッチンスケールで測られた方がいいと思いますね。はい、大体 1g 入れました。あとはトリガーを閉めてしっかり混ぜたら拭き掃除用の洗剤が完成ですね。キッチンスケールで測っている場合はアタックゼロが 1g、 水が 99g ですね。で、合計 100g ということになりますけれども、別にアタックゼロじゃなくてもいいんですよ。何でもいいので、ホームリセットアクリーナーぐらいの濃度に合わせればいいんですよね。なので 0.04% に合わせればいいということですよね。なので今お持ちの洗濯用洗剤があれば界面活性剤の濃度裏に書いてますんで 40% ぐらい入ってるというものであっても、30% ぐらい入っているものであっても同じくだいたい100倍希釈で OK ですね。中でも濃縮タイプの液体洗剤は非常に使用量が少なくなりますので、さらに節約につながるということになりますね。で、防水洗剤じゃなくても石鹸でもいけるんですよ。石鹸の場合はもっと簡単なんですよ。ここに適当に水を容器に入れてきました。で、ちょっと入れますね。で、混ぜてご覧ください。泡立ってますよね。泡立てば OK です。石鹸っていうのは水で薄まりすぎると泡立たないんですよ。ある程度のラインを越してくれないと、石鹸の濃度のラインっていうことですね、泡立たないんですよね。その泡立つところを少しでも越してくれれば OK ですね。で、あとは空のスプレーボトルに入れて、わざわざこんな感じで容器で作って入れ替えなくてもスプレーボトルで作っちゃっても OK ですね。で、コスパで考えると合成洗剤の方が少ない量で作れますんで、コスパはいいですね。ただ石鹸の場合は成分残りがしにくいと、そういったメリットはありますね。それでは実際に水石鹸を薄めた方を使って、クイックルワイパーにスコッティファインの洗って使えるペーパータオルですね、こちらに一旦こう湿らせまして、これでリビングダイニングの床拭きをやっていきます。それでは床にも吹きかけまして、拭いていきますね。どんな洗剤でも主成分が界面活性剤ですので、濃い洗剤をベースに拭き掃除用の洗剤を作れば安く済むというのが今回の方法ですけれども、洗剤には強い洗剤っていうのもありますよね。例えば顔のマジックリンとか、油汚れがよく落ちる非常に強い洗剤というイメージありますけれども、そのような強い洗剤を使って薄めで使うっていうのもやり方とすればありですね。十分コストダウンにつながりますんで、実際にマジックリンを使って節約拭き掃除ということでご紹介したことがありまして、その時の動画をですね、概要欄にリンク貼っておきますので、もしマジックリンをお持ちでしたらそちらの方も参考になると思います。あと強い洗剤ということですと、アルカリ電解水も結構強いんですよ。何が強いかというと pH が高いんですよね。
pH が高いっていうことは薄めて使うことができるんですよ。ほとんどの方がアルカリ電解水はそのまま使ってる方多いと思いますけども、薄めて使うっていう方法もありますんで、そういった方法もですね以前ご紹介してますんで、気になる方は概要欄にリンク貼ってきますんでチェックしてみてください。お掃除に限った話ではないんですが、節約したいということで一番注意しないといけないっていうのは、無駄なものを買わないっていうことじゃないですか。これ洗剤にもまさに言えまして、無駄な洗剤を買わずにできるだけ少ない洗剤を使ってお住まいの掃除をしていくというのもとても節約につながるんですよ。でも洗剤っていうのは用途でいろんなものが出てるじゃないですか。今回の拭き掃除用の洗剤もそうですけれども、キッチンの油汚れ落とし用の洗剤だったり、トイレ用の洗剤とかお風呂用の洗剤とかいろいろありますよね。そうやって用途用途で洗剤を用意してしまうと増えちゃいますよね。増えてしまうとなかなか使い切れずに結局処分してしまうなんてことも出てきますし、物によっては長く置いていると効きが弱くなるっていうものもあるんですよね。なのでできる限り少ない洗剤の数で使い回して掃除をするとというのがとても節約につながると思うんですよね。で実際どのぐらいに集約できるのかというと、だいたい5種類ぐらいあれば十分なのかなというふうに思ってるんですよね。最低ですよ。で具体的にどのようにその5種類を用意したらいいのかというところを以前動画にしておりますんで、洗剤の量を減らして少しでも節約につなげたいというふうにお考えでしたら、ぜひそちらの動画を参考にしていただけたら嬉しいです。はい、一通り掃除が終わりました。どのぐらい汚れが取れたかお見せしますね。ちなみに拭き掃除の前にホコリ取りは掃除機がけで済ませております。はい、結構取れましたね。こんな感じで十分100倍に薄めた液体石鹸でもこのぐらい汚れが落ちるということで、今回は節約につながるお掃除術ということで自作洗剤を作って拭き掃除をする方法をご紹介しましたが、いかがでしたでしょうか。最後に注意点がありますけれども、用途に縛られないで洗剤を少しでも少なくするといいですよというお話をしましたが、用途に合った使い方をしないというケースがただ出てきますよね。そのようなケースは何か起きた時にメーカーは責任を取ってくれませんので自己責任の扱いになってしまいます。その点だけはご理解とご注意をいただきたいなというふうに思います。例えばトイレマジックリンを使ってお風呂掃除をするとか、そのような中性洗剤であればほとんど気にしなくてもいいですし、強い洗剤を薄めるっていう使い方もだいぶ薄めて使うわけですからね、素材が傷んでしまうというリスクもですねかなり少なくなります。とはいえ注意が必要ということになります。もう一つ注意点がありまして、液体石鹸を100倍に薄めて使いました。それと液体の洗濯洗剤を100倍に薄めるやり方もご紹介しました。どちらもだいぶ薄まってますので、原液と比べると腐敗しやすいんですよね。防腐剤も薄まってますからね。なので暑い時期ほど早く使ってあげないといけないですね。目安としまして夏場ですと1週間以内に使い切るという形がいいのかなと。保管しておく時もあまり暑くなるようなとこには置かないようにした方がいいですね。冬場だったらもっと長く使えると思います。ということで今回の動画が少しでも皆さんのお掃除のやる気につながれば嬉しいです。どうもありがとうございました。モテギカズヤの YouTube チャンネル、モテギ流掃除講座。掃除が苦手だって綺麗にできる。いつまでも。